カデナ基地では、中機場だったパパループ地区に航空機の塗装や錆の除去作業を行う大規模な防製整備格納庫の建設が計画されています。民間地に近いことなどから、地元カデナ町では計画の見直しを求めていましたが、国は今年4月、アメリカ側との協議を終えたとして、現行計画通り建設に着手することを町に伝えていました。 こうした施設があの住民地域の近くに建設されるということについてはです、ね、やはりあのそれを容認するということはで,す、ね、できないし以前ととと。して不安を払拭することはできない遠山町長は建設計画に反対の立場を繰り返し示していましたがきょう午後、町議会の一般質問で所見を問われると。 懸念していた安全性は政府がアメリカ側に確認している。十分認識しながら対応を検討する必要があると答弁しました。この答弁の後、取材に応じた遠山町長は、建設計画の見直しを求めない考えであることを明らかにしました。安全性が確認されているという施設をですねあの見直しを求めるということについてはですねなかなかあの。 まあ、そう言えなないい状況はあるんじゃないかと一方で運用面での心情的な懸念は依然、残るとしてこれらを払拭するよう政府に確実な対策を講じるよう申し入れていきたいとも述べています。